サビン・ベルテロ・サバン・ベルトロは、フランスの博物学者、民族学者である。マルセイユの商人の息子に生まれた。フランス海軍に入隊し、ナポレオン戦争中は、海軍将移候補生であった。戦争の後、商船に乗り込み、マルセイユと西インド諸島の航海の仕事をした。1820年に、カナリア諸島を初めて訪れ、テネリフェ島の学校で教え、ラオロタバで、 ビジャヌエは、デルプラートの公爵の植物園を管理者となった。カナリア諸島を訪れた、イギリスの植物学者、フィリップ・バーカー・ウェップの依頼によって、カナリア諸島に自然史の研究を行い、多くの博物学標本を集め、1835年からカナリア諸島の自然史を出版した。ベルテロは、民族学、歴史、地理の分野を担当し、ウェップが自然史を担当した。 鳥類学の分野は、モカン・タンドンらによって執筆された。1845年に民族学会を設立した。1846年にテネリフェ島に戻り、1848年からフランス領事の仕事を助け、1867年に領事となった。ベルトロの著書には、レグイノックス、カナリア諸島の征服、カナリア諸島の恋物などがある。赤霊化。 タヒバリ族のカナリア諸島の鳥、アンソス・バーサラ系に懸命されている。バーテルは植物の学名で命名者を示す場合にサバンベルトロを示すのに使われる。ありがとうございます。